ギタープラネットの柳津です。ギタープラネットの翔太です。今回ご紹介しますのは日本初上陸のマザーメアリーストラップです。早速ですけど柳津さん、はい、このマザーメアリーストラップっていうのはどういうブランドなんでしょうか。こちらのブランドは創業者の方が自分が気に入る一番かっこいいストラップを作りたいという気持ちがあって、2018年にアメリカのミズーリ州のセントルイスで作られたブランドになります。アメリカのブランドなんですね。そうなんですよ、うん、メイドイン USA のストラップって多くないですから、はい、すごいですね。そうですね、うんうん、店頭でもやっぱ日本製のストラップとかすごく多いですし、うんうん、あとはスペイン製とか、やっぱり USA ってすごい貴重なのかなと思います、うんうんうん、で全部ハンドメイド製で、はい、一本一本柄とか、うんうん、その作りとかも微妙に違ってて、使われてる生地に古着とか、うんうん、あとヴィンテージの生地を使用してるので、もう一個一個の柄がすごく可愛いんですよ。じゃあ一つずつのモデルをご紹介いただきたいんですけど、はい、今日は柳井さんが考えたこういうギターと合わせるとかっこいいっていうコーディネートもご紹介いただけるということなので、よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあまず一番左側のストラップからご紹介していきたいと思います、うんはい、一番左のストラップはフィア&ロージングっていうストラップです。こちらは結構その大きめのバナナの葉っぱのような柄になっているんですけれども、うんこう見るともうモノクロな感じですね、はいはい、モノトーンですね。そうですね、うん、ただそのストラップのこの穴の部分とかにはそのペイントをされてて、うん、ここがそのゴールドのペイントもされてるので、うんうんうん、ちょっとなんか光加減によっては少しキラキラしたような雰囲気になってます。このストラップにはこんなちょっと黒のボディの、今回テレキャスターを用意したんですけれども、はい、こういう感じに合うかなと思って、うんうん、このテレキャスターはバイリングがついてるので、はい、そういうのにちょっと合わせながら使えるかなって思います。モノトーンだと合わせやすいですよね。そうですね、うん、色物のギターにも絶対合うと思います、はい、続いてご紹介しますのはストランジャースアルマナックになります、うん、こちらは白ベースにちょっと薄ピンク色の花柄のストラップになります。素敵な柄ですね。これ素敵ですよね、うん、こういうストラップ初めて見ました、うんうん、このストラップはちょっとシェルピンクのギターとかすごく合うなって思ったんですけど、間違いないですね。間違いないですよね。しかもこのローストネックでちょっと茶色いのが、はい、ストラップのレザーでこう色拾ってて、はい、しかもミントグリーンとその葉っぱの感じももうこれ用なんじゃないかっていうところですね。もうザ・これ用のストラップでした、うんうんうん。続いてご紹介しますのは、うん、この中でも一番ちょっとパッと印象のあるこのひときわ目立ってますね。目立ってますよね、うん、実はこれ鳥がいるんですよ。はいはいはい、オウムちゃんがトロピカルな感じですね。こんな感じに、はい、でこれでも、はい、同じモデルありますけど、はい、鳥さんの向き違いますよね。そうなんですよ、一本一本やっぱ違うんですね。違くて、うんうんうん、でよく見るとこのペイントの部分も違うんですよね、はい、あ、なるほどなるほど、ハンドペイントだからってことですね。そうなんです、はいはい、これはどういうギターに合うんですかね。こちらはこんなギターとかいかがかなと思いまして、うん、これはマイアミブルーのハメプロ、はい、そうですね、マイアミブルーです。名前もぴったりですね。そうですね、これちょっとなんか懐感のある青色に、うん、オウムさんがすごくいい合うなと思いました、うんうんうん。まあ、柄物って結構合わせるの難しいのかなって思いますけど、はい、引きで見たカラフルな感じに見えて不自然じゃないですね。そうですね、うんうんうん、続いてご紹介しますのはこちらのグラニーフォレストです。パッと見グリーンな感じのストラップなんですけど、うんうん、ちゃんと柄が入ってます、うんうん、こちらのギターは、うん、もうこういう感じに、うんうんうん、オリーブドラブグリーンにすごく相性いいなと思うんですけど、はいはいはい、ストラップのその生地がやっぱりこう、はい、ヴィンテージの生地で雰囲気があるので、うん、実際のヴィンテージのギターとかレリックのギターと合わせても全然負けてなくていいですね、うん、そうですね。新品のストラップ、まあ、通常に売ってるそのナイロンストラップとかですとやっぱ新しみがありますので、やっぱそういうのだとなんかこのストラップすごくいいなって思います。続いてご紹介しますのはカミングトゥアメリカになります、うん、陽気な柄ですね。陽気な柄ですね、名前もちょっと陽気ですね、
こんな感じでちょっと生地は分厚めの生地になってます、うんうんうん。こちらのストラップにはこういうちょっとサンバースト系のギターすごく合うなって思ったんですけど、今回ご紹介したのがシエナサンバーストなんですけど、でも正直こういうのってその3カラーサンバーストとかでもすごく合うなと思いますし、なんかレスポールのサンバーストとか、はい、まあ、ES335のチェリーとかと合わせても良さそうな感じしますね。あーちょっといい感じの渋さありますよね。いや実は私たちもこのマザーメアリーストラップを買っちゃいました。買っちゃいましたね。買っちゃいましたね。宮根さんのソラソラと私物のギターですか？これ私の私物ギターです、はい、このストラップの生地感とかもすごくヴィンテージホワイトによく合ってて、まあ、このレザーの部分とか、私使ってるのがこういうローストメープルネックなんで、すごい雰囲気めっちゃ合うなと思って買っちゃいました。すごい似合ってます、はい、ありがとうございます。吉岡さんのもそれ私物のギターですか？そうなんですよ。ドコタレッドの新ラインですけど、はい、この赤い花柄がすごい合うなと思ってこれ選んじゃいました、はい、ピックワードともよく合ってますね、うん、あのストラップ買ったのすごい久しぶりなんですけど。あ、そうなんですか。めっちゃ気に入ってますこれ。こちらのマザーメアリーストラップは一つ一つハンドメイド製で作られていまして、うんうん、仕上げも一本一本違いますし、まあ、あとはその何よりも生地がヴィンテージとか古着の生地を使ってますので、はい、もしかしたらちょっとすぐなくなってしまう可能性もあるかもしれません。でも噂によると、はい、このグリーンのものとか、はい、モノトーンのものはもうメーカーさんでも在庫なくなっちゃったらしいですよね。あ、そうですそうです、うんうんうん、はい、あ、じゃあやっぱり僕みたいにこうやって運感じちゃった人はもうすぐ買いに行った方がいいですね。いや、本当にそうです。これところで、はい、これってお値段とおいくらなんでしたっけ？お値段は税込み8800円になります。今回ご紹介したストラップの他にも今後新しいお品物とかが入荷する予定がございますので、ぜひホームページをチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。